はい、こんにちは。湘南ゴールドエナジーの株式会社梅丸インクの森谷です。この度ね、弊社すごく久しぶりに3年ぶりに新商品を実はね作りまして、まあね、もうちょっと前に出して今さまざまなところで販売してるんですけど、まあね、久しぶりに新商品出したっていうことで結構ね SNS とかでも話題沸騰になった、商品なんですけど、ちょっと今日はね改めてこの商品についてご説明したいと思います。よろしくお願いします。まあ、弊社ねご存知の通り、このね農場で、まあ、いろんなみかんとかを作ってるんですけど、その中でも特に幻のみかんと呼ばれる神奈川県が開発した湘南ゴールドっていうみかんを作って、そのね黄色い幻のみかんを使って湘南ゴールドエナジーというご当地エナジードリンクを作っています。まあね、おかげさまでね売り上げもね今、まあ、新型コロナの影響もあったんですけど、じわじわ回復してきて、この夏もね販売店がバンバン増えて、ローソンのね平塚総合公園店なんかでは、まあ、特設のコーナーも作っていただいて、まあ、バンバン売っております。まあ、皆さんもね神奈川に来たら黄金の体験をということで、このね湘南ゴールドエナジーを飲んでいただきたいんですけども、まあね、今回の新商品はこの湘南ゴールドエナジーにもすごく関係があるんですよ。まあね、湘南ゴールドのみかんについて、今一度ご説明しますと、湘南ゴールドっていうみかんは神奈川県が県の試験場農業技術センターというね県が持っている試験場で、作ったみかんです。で、1988年に開発を開始したんですけど、果樹っていうのはすごくね作るまでに時間がかかってですね、で、2006年にやっと初めて出荷されたんですよ。そのね黄色いみかんは幸せを呼ぶ柑橘と呼ばれていて、特徴がですね、普通のみかんより2度ほど糖度が高いんです。で、黄色いみかんなんでよく酸っぱいんじゃないかって誤解されるんですけど、すっごいね皮むいた瞬間の芳醇な香りと、またね爽やかな、糖度が高いんですごい爽やかな甘さがあって、酸味もね少しあるんですけど、すごくねまろやかな甘みで、結構ね完熟した湘南ゴールドはパイナップルに近い味、まあ、色も相まってパイナップルっぽい味、香り、食べ方っていうのが結構形容されるんですよね。でね、湘南ゴールドの一番の特徴は、まあ、すごくブランドみかんで県のブランド化にも成功していまして、加工用ベースだと価格が普通のみかんの10倍するんですよ。なんで今日はね結構こうマーケティングを交えて裏話もねもう行っちゃおうと思って、この YouTube ねあんまり見てる人いないんで見てるだけを特典として、まあ、ね、有益な情報と思ってマーケティング的なお話もしたいと思ってるんですけど、例えばですね、普通のオレンジ色の温州みかんのすごくいいものを作るのと、湘南ゴールドの加工用、まあ、ジュースやお菓子になる傷物の湘南ゴールドを作る方が価格がね普通のみかんのいいものを作るよりやや高いんです。まあ、加工用ベースだと20倍の価格をする本当に高級みかんなん でまだまだね世に出て10年ちょっとっていうことで量も少なくて、県でねやっと200トンが毎年取れるようになります。200トンっていうのはすごく少なくて、神奈川県全体では、柑橘はね確か1万2セットぐらい作ってるんです。そのうちの200トンが湘南ゴールドで、本当にね、ここは果実の人気も高いんで、あっという間に市場に出たら、まあ、時期もね、3月、4月と短いんで、あっという間になくなってしまう高級みかんです。で、私はね、この自社農場で作った湘南ゴールドと、あとは JA から、仕入れた湘南ゴールドと、まあ、いろんなね、生産者とつながって直接仕入れさせていただいた湘南ゴールドを使って、果汁を、まあ、何トンという量の果汁を毎年作って、湘南ゴールドのエナジードリンクにして販売しております。もちろんね生の果実としても販売していまして、今年はね東急さんのカタログギフトにも採用していただいて、すごく好評で、春のカタログギフトですごく販売をしていただきました。で、今回の前置きがすごく長くなったんですけど、新商品はこの湘南ゴールドゆかりの商品です。まあ、このね瓶の湘南ゴールドの果汁 100% のドリンクを作ったんです。これねすごいですよ。あとでこれラベルのね拡大写真見せますけど、原材料名が、例えば湘南ゴールドエナジーですと原材料名が糖類加糖ブドウ糖液糖、湘南ゴールド果汁、酸味料炭酸香料アルギニンカフェインカラメル質素、まあエナジードリンクなんてね果汁以外にもいろんなものが入ってるんです。この湘南ゴールドストレートジュースは、今回新発売したストレートジュースは原材料が湘南ゴールドのみです。これね水分も一切加えておりません。我々がね、削汁を頼んでいるところが手絞りで削汁してくれてるんですけど、本当にね、手で絞った果汁そのままです。湘南ゴールドの果汁そのまんま、湘南ゴールド以外何も入ってない純粋な商品です。で、これが初の湘南ゴールドエナジーのスピンオフ商品という位置づけにしまして、また後でねラベル拡大しておくんですけど、ここにね湘南ゴールドエナジーのこのキャラクターのマークがしっかり入っているんですよ。で、なんでこの商品を作ったかと言いますと、
今日はねマーケティングの話も兼ねているんで結構、ね、深いところまで話しますと、今年普段ね例年弊社湘南ゴールドエナジーを年間20万本ほど作ってるんですよね。今年やっぱりね新型コロナの影響でゴールデンウィークとか4月とかお客さんがねすごく減ってしまって、まあ、あのいつもより湘南ゴールドエナジーの、ね、生産量を今年はね落としています。でそうすると何が起きるかっていうと、果汁がね我々あの冷凍果汁にして年間のね使える分を、冷凍してるんですけど、果汁がいつもより余っちゃうんです。で我々実はね湘南ゴールドの果汁をもともといろんなお菓子屋さんとかに販売もしてるんですけど、やっぱいろんなお菓子屋さんとかも今年いつもより出てなくて余っちゃいます。ただ冷凍果汁って実は5年持つんです。まあ冷凍なんでね、なんでこのまま取っといてもいいんですけど、やっぱり毎年うちの畑で湘南ゴールドは取れちゃいます。で毎年毎年のね、果実としても販売してるんですけど、やっぱり果汁としての計算も立ててるんで、いろんな計算の中でこのまま冷凍庫がね、あの来年とかもまた果汁が毎年毎年増えていくと乾杯になってくるじゃないですか。なんで消費しないといけないと思いまして、何か作ろうと思いました。ただやっぱ湘南ゴールドエナジーの営業が普段大変で、ここでね一からね全く違う商品を作って営業して販売ってすごく難しいんですよね。ロットとかもありますし、ただねこの湘南ゴールド今回作ったストレート 100% ドリンクは元々ある果汁を解凍して瓶に詰めてるだけです。なんで結構小ロットでね作ってちょこちょこ作ることもできて、まあ、お手軽なんですよね。でこれをまあ販売を今してるんですけども、さっき言ったように湘南ゴールドのみかんは普通のみかんのね20倍の価格しますんで、このね湘南ゴールドしか使ってないねジュースをねまともに売るとすごくお高くなっちゃうんです。ちなみにこの湘南ゴールドストレート 100% ドリンク1本でこの湘南ゴールドエナジー90本分の果汁が使われてます。すごくないですか。これ90本がこれです。まあこの果汁 100% で90本湘南ゴールドエナジーが作れます。でですね、まあ、お高くなっちゃうんですけど、まあ、このね商品で我々すごく儲けようと思ってません。本当は儲けたいんですよ。儲けたいんですけど、今やっぱりね新型コロナで売り上げもすごく落ちていまして、まあ、ある意味テコ入れの商品なんですよ。まあ、湘南ゴールドエナジーもねまだまだね今おかげさまで本当に販売店は増えていて少しずつ盛り返してるんですけど、やっぱりね今年イベントも開けないんで全然ねニュースに、ね、なることがねいつもより少ないですよ。まあ、おかげさまでいろんなサイトに取り上げていただいてるんですけど、もっともっと湘南ゴールドエナジー湘南ゴールド話題になっていかないといけないなということで、あの湘南ゴールドのね弊社からこの新商品を出しまして、まあね結構ねおかげさまですごい話題沸騰ですごいこれもう飛ぶように売れてるんですけど、またね湘南ゴールドエナジーこれからバンバン売っていくぞということで1個宣伝的な商品ということで作っております。なので、まあ、お店に行って確認してほしいんですけど、意外と手の価格もね手のね届くお値段になっております。まあね弊社ね仕入れるだけじゃなくてちゃんと自社農場で1トンほど湘南ゴールドをね作ってますんで、まあ、自社農場で作ってる分はあんまりね値段気にしないです。本当は気にしないといけないんですよ。これね農家の悪い癖で自分の実験費考えないんですけど、うちもねそのやり方をやればギリギリこれも元取れるなっていう作り方をしてます。まあねただねこの商品だからずっとねやるかどうか分かんなくて今年だけになっちゃう可能性もあります。ただ来年度も、まあ、ちょっとね続けていただける、まあ、うちがねもともと付き合いのあるお店とかには卸していこうかなと思ってます。小ロットで作れるんで、でねこの湘南ゴールドのストレート 100% ジュース もちろん弊社の、ね、EC サイトからでも買うことができるんですけど、基本的にお店にそのバンバン営業してません。さっきも言ったようにこれそんな儲けないですし、この果汁 100% ってね湘南ゴールドの 100% ジュースって史上初なんですよ世の中に販売されるの。まあね普通にやったらさっき言ったように全然儲け取れないんで皆さんやりたがらないんで、こんなバカなことやるのうちだけ。なので結構話題沸騰でみんな飲んでみたいっていうことで、果実本来のね美味しさがあるんで飲んでみたいってことで話題沸騰なんですけど、これね結構ラベルもね自分たちで貼ってて時間かかりますし、ちょっとずつしか生産してないですし、この儲けもないですし、こっちからもう営業しません。うちの通販サイトともともと湘南ゴールドエナジーをね売ってくださってるお店で基本的に販売してます。まあ湘南ゴールドエナジーをね販売してくださってるお店で入れたいって言ってくださるところには入れてます。ただね湘南ゴールドエナジーでお付き合いないところにはすいませんってことで、もうねちょっとね絞っていこうと思います。もう量もそんな逆にねこれバンバン出ちゃったらね今度果汁がなくなっちゃうんで、ということでね今販売しているところは弊社の EC サイトの他には、小田原の早川にある鎧塚さんの一夜城さんと、ポーズにある自転車屋さんサイクルデイズさんで、ポーズブレンドっていう土日に毎週イベントをやっているイベントスペースさんとか、まあ、そういうところで販売してます。なのでね買いたい方は飲みたい方は弊社 EC サイトか、まあねまあ、限られたお店に行ってぜひ飲んでみてくださいということでね、ちょっと今から飲んでみますよ。これね本当にね果汁 100% も何度も言うように湘南ゴールド以外の原材料ないんですよ。でねすごく黄色いんで
ぱいと勘違いされるんですけど、そんなことなくてすごいです。湘南ゴールドの糖度がね、ちゃんとバッチリ効いてます。甘くて美味しいです。いいですね。果汁 100%、 これ1個で湘南ゴールドが12個ぐらい使われてます。うめえ。これね、殺菌のためにねっとりをしてるんで、果汁はねちょっと飛んじゃってるんですけど、あ、香りはやっぱ飛んじゃうんです。それでもね、十分湘南ゴールドの香りも感じます。でね、これね、そのまま飲むのも十分美味しいんですけどね、ちょっとお高いしもったいないですし、あとはね、いろいろ割るのがあったっていう。やっぱ一番のおすすめはウィルキンソンさんの炭酸で割るのが好きです。すっごいうまいです。あ、うますぎる。このね、湘南ゴールド果汁 100% ジュースを炭酸で皆さんもぜひ割ってみてください。あともちろんね、焼酎とかウイスキーとかで割って炭酸加えてハイボールにしたり、もうお酒取るのもですね、うまい。うちね、実は業者、業務用でもともとね、この湘南ゴールドの1リットルのパック持ってるんですよ。これも今ね、箱根のね、カフェさんとかに卸させていただいて、なんかビールとかお酒と混ぜて使ってたり、あと県内のね、いろんなお菓子屋さんとか、まあ、いろんなところにこれそのまま卸してます。なんで湘南ゴールドで商材開発したいって方は、うちね、湘南ゴールドの果汁を多分ね、県内で一番ね、販売してる会社なんで、持ってる会社なんで、もうどんどんね、在庫もいっぱいありますし、その元々販売向けにこういう1リットルパックとか、あと17キロ1缶とか10リットルパックとかいろいろありますんで、湘南ゴールドで商品開発したい方はぜひお声掛けください。で、あとね、もう一個、うちから果汁買っていただいた方は、さっきね、この湘南ゴールドジュースもね、スピンオフ商品でこのエナジーのマーク使ってるんですけど、うちからね、果汁買っていただいた方はこの湘南ゴールドマーク無料でお貸ししてます。なんでね、どんどんね、コラボ商品作っていきましょう。やっぱりね、湘南ゴールドの商品今増えてるんですけど、ただの商品だとうちもね、宣伝できないんですよね。やっぱりブランドイメージがあるんで。ただね、うちのマークを使ってくれた商品はもう仲間で、スピンオフ商品で湘南ゴールドエナジーの仲間ということで、一年 SNS でおかげさまで Twitter も大体フォロワーが約3000になりましたんで、 Twitter とか Facebook でね、バン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 ね、宣伝一緒にできますし、まあ、一緒に盛り上げていただければお互いの販路をね、融通し合えることもできると思います。なのでぜひね、コラボ商品作りましょう。うちからね、湘南ゴールドの果汁を仕入れていただければね、コラボ商品ガンガン作れますんで、まあ、ぜひね、お声掛けいただきたいと思います。うまい。で、最後におまけで、ずっとやろうと思ってた禁断の飲み方を披露します。これ皆さん超羨ましいと思います。でもこれ試した方がいいですよ。真似していいんで。さっき言ったこれ1本は湘南ゴールドエナジー90本分の果汁が入ってます。本当に果実しか入ってません。これになんと、ずっとやりたかった、私もこれ初めてなんです。湘南ゴールドエナジーを混ぜたらどうなるか。湘南ゴールドエナジーね、果汁 1% なんですね。やっぱエナジードリンクで、エナジードリンクの成分もありますし、さっき言ったようにすごくお高いんで、これね、果汁を上げたら湘南ゴールドエナジーもっと高くなっちゃうんで、できないんですよね。ただこれ禁断の湘南ゴールドエナジープラス湘南ゴールド果汁エナジー90本分、やばいです。湘南ゴールドエナジーね、元から後味がやっぱね、フルーティーな感じするんですけどね、これはどうなっちゃうのか私も想像できません。うまっ。ちょっとでもね、湘南ゴールドエナジー微炭素なんで炭酸弱まります。ちょっとウィルキンソンも出してみましょう。あ、ちょっとウィルキンソン足したらちょうどよくなりました。ちょっと皆さんね、ぜひね、ちょっとお高いんですけど、この湘南ゴールドストレートジュース買って炭酸で割ったりエナジーで割ったり、ちょっとね、湘南ゴールドファンの皆さん、ちょっとなかなかいろんなね、試し方できると思うんで、ぜひね、もうね、この機会を逃すとなかなか手に入るかかんないんで、弊社通販サイトとかで買ってみてください。ありがとうございました。黄金の体験を。それでは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。